ワンポゼッションリードの青森バックスです。振った、トップオブザキー、ボールもダイレクト。フェイントタッチからのフォースオブダンクだ。マックス久武。ウッドベリー。ディフォード。ディフォードからインサイドに入れます。ここはようやく、ここでアクチェンバースがスクリーンを使う。ここはユーロステップからフローター。リバウンド自ら取った。バスケットカウント N1。ここで3ボールでアクチェンバース、ここミスマッチになって、カノアクチェンバースにボールを渡します。ここでハードショーいってダンクだ。コーナー3ベースラインのドライブです。ここでエリエット・ドンディ副ショット、これはテクニックなショットを見せました。ここスティールだ、佐竹ダンク。スチールからのダンク炸裂。ボールもナイレクト、スチールだ、久武きた、吠えた久武。パスアウト、ボールもナイレクト、ちょっとボールが手につきません。一度戻します池田。ここは合わせた、抜けた。リフォード、フェイダウェイシュートは外れる。ドンリー、ただオフェンスリバウンド繋いだ。これは大きなリバウンドです。ローター、ダンクで合わせた渡辺ヒュー。代表候補合宿を一時離脱してこの試合に臨んでいる渡辺ヒュー。あ、スリーを作ってきた。ウッドベリー来た、来ました。ウッドベリーか、残りがリフォード、スリーが打った、来た。ポイントを沈めました。このプレーです。もらってタフなディフェンス、もうこれ最後トリプルチームいったんですが、さて新州ボールでこの5分間のオーバータイムが始まりました。ドンディ池田がマッチアップでつきます。ドンディからパスで合わせてバスケットカウントです。アウトナンバーは作れない、基準が速い新州です。ここはハーフコートのオフェンスに持ち込みます。ここピンポイント、ディフェンスマークがいなかったところよく見ていました。久武の得点です。ここでスペーシングの指示を出します。池田、左コーナーにはホールモネアレックス。ここでスリー来た。また先ほどは自らスリーを沈めたがどうするか、今度はドライブか。